ただいま。おかえり。で、女の子は？あ、うん、順調みたい。あ、そうか。ああ、性別は？まだわかるかよ。ああ、そうだよな。あんたは？え？男と女、どっちがいいの？ああ、男だったら一緒にいろんなことできそうだし、女の子だったら将来はお父さんと結婚するって言われて素直に喜ぶだろうし、いやでも本当にどこの馬の骨かもわからんやつと結婚するってなった時、結婚式で終始俺は泣いてるだろうし、まあ男だったらそんな心配はないのかな。いや私に聞かれても。あ、そうだよな。うん、でもまあこの子が幸せに生きてくれるなら男でも女の子でも。そうだな。あ、名前どうする。ああそうね、これは私からのお願いというか男でも女でも使える名前なんだけど。おお、聞かせてもらおうじゃないの。本田さん、こんにちは。君、毎日ここに来る気じゃん。しずる、めんどくさい人だな。しずるくん、毎日ここ来んの？まあ、タイミングだよね。なんのだよ。本田さん、いつもコントラバス背負ってるけど、音楽家なの？だからベースだって。そうだよ。素敵な人生を送ってるんだね。このやりとりでなんで私の人生が見えるんだよ。会話の内容っていうより本田さんの目かな。君は透き通った目をしてる。なんだそれ。茜、君じゃなくて茜。本田茜さん。そうだよ。しずるくん、将来絶対高価な壺とか騙されて買わされそう。コピーペーストの心配だね、茜さん。うるさいなあ、もう。もしもし。はい。ごめんなさい。はい。これから帰ります。おや？ああ、うん。僕、親はいないんだ。あ、ごめん。ああ、そういうつもりでいたんじゃないから。さっきの電話は病院から。え？なんかずっと病室にいなきゃって言われてるんだけど、ここの潮風や太陽に当たりたくってさ。なんだよそれ。昨日最近越してきたって。あ、それは本当のことだよ。なんか前の病院じゃダメだったみたいで、こっちの病院に。そうなんだ。
気まずい。ほ？心配してんだよ。君は優しいね。まるであの子みたいに。あの子？君じゃなくて茜。そろそろ行かないと。あ、ちょっと、いろいろ気になるんだけど。美顔鍼灸フルコース、通常価格9800円のところ、今ならなんと初回お試し4980円でのご提供です。オールシーズン快適ウェア。自分に合ったスタイルで快適ウェア .jp。